岩手県雫石町。岩手県の中心地、盛岡からほど近く、山岳や高原が美しい町です。そして、日本最大級の民営農場である小岩井農場があります。小岩井農場では、一本桜の名で親しまれている桜が、毎年4月下旬から5月上旬に見ごろを迎えます。詳しい樹齢は分かっていないようですが、約100年前に植えられたと言われているようです。この場所が牧草地だった昔、暑さが苦手な牛のための避陰樹として植えられたそうです。大草原の中で周りより遅く満開を迎える小岩井農場の一本桜。岩手山を背景に立つ孤高の一本桜は、見る人にとってきっと忘れられないものとなるでしょう。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思われた方は、高評価ボタンを押していただけると大変励みになります。